とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も古代狩り行きましょう。デイリーを周回すると、本当にアイテムがすぐにね、いっぱいいっぱいになります。まあ、いつも通り、80% ぐらいも狙ってやっていきましょうか。行くかな70、うん。まあ、80% ぐらいをちょっと探しながらやっていきまーす。いい感じです。めちゃくちゃいい感じ。チェスト9個。だね。やっぱ 91% になると、すごい。いやいや、これも運なんだろうけどね。運なんだろうけども、素晴らしい。これは素晴らしい。まあ、出てくるやつは微妙かもしれないけども、期待値は上がるね。次はここか。これはちょっと装備変えていこうか。最近ちょっと苦手なんだよな。それでは行きますね。行くぞ。待て待て、よっしゃ。はいはいはい、 OK。 ポーションバリアしてるから爆発も痛くない。いまいちだったね。なんか古代人は出るけどさ、いい場所が出ないよね。ただパーセンテージが多いだけじゃダメか。ちゃんと選んでやらないとダメか。にしても、ユニークが出ない。出ないな、ユニーク。一周目おしまいです。なんか微妙だったね。もうちょっと出るかと思ったんだよね。だって9だよ。9なのに、なんかあまり出なかったな。トゥルバドゥールよろしくない。あ、でもまあ、お店でね、こんだけ出てきてくれれば、いいね。うん、まあまあよくはないけども。次またトゥルバドゥールか。いや、クールダウンがないと防具はやっぱり使いにくいんだ。クールダウンは一つ以上欲しいっすね。シナジー入ってるからなかなかいいんだけど、まあ、トゥルバドゥール自体どうなんだろうね。次サブリューイングも今日なんかやたら出るな。いらないね。クールダウンショットは入ってんだけど他がないもんね。ない。もう一回いけ全然ダメだった。いきます、2周目。おっと、ここが来ましたか。タイニー結構きついな。近接に変えてもいいけども、まあまあそのまま行こうか。最悪このゴーレム倒さんでもいいんだもん。倒すけどさ、一応ね。あはははは、やられてしまった。マジか。危ねえ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 。もうちょっとやりづらいってお前もうノーマルだし、よろしくないね。またかよ、またここ。もうここじゃない方がいいって。狙いはあの深海ステージ2つとも、あれあいつらが出るようにちゃんとやってるんだけどね、うまいこと出てきてくれないでやられてるし、あんまり死にたくはないね。やばいな。 OKOK 倒した。あ、溜まってる、溜まってた。よし、ユニークが出てきてくれないな。やばいね今回。2周目おしまいです。いまいちだったね。チェストの数が15個だからもっと出ると思ったんだけどな。なんかいまいち。うん、これもいまいち。次、全然ダメだな、調子が悪い。ほんと調子悪い。違う違う、見間違え。ベビークロスボウもまあいらないわな。ひどいな。サブリューイングよう出るね。ああー、これはクールダウンできるね。一応できます。アーティファクトチャージとクールダウンショットがあるいやでもな、弾数が少ないからねこれ。まあ、一応、取っとく？いや、いらないよね。いらないよね。
プレゼント用にと思うけど、もうすでにクールダウン付きのやつ2つぐらい持ってるんだよね、余分に。なんで別にプレゼントとしてこれね、玉数少ないやつやるよりも違うやつやげた方がいいもんね。もう一回、渋い渋いね。3周目いきます。よし、来た来た、ここを待ってた。よーく来てくれたよ。で、今まで全部ノーマルだから、ここはユニークでお願い。バブルバースターのユニーク、しかもクールダウン付きでよろしくお願いします。いやー、やったやったやった、出た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 、バブルバースター黄金ゲットです。やった。まああとはエンチャント次第ってとこですね。懐かしいなここか。ワンパンでいこう。装備を、一つ、これに変えて、OK。行くぞ。チャンス !OK! で、出た。おーおーおー、来た。フルメタル。いいね。最初のノーマルばっかだったけども、後々、結構いい感じ、なりましたね。おお、マジか。で、今回、チェスト34だったんで、全然来ないかなと思ったら、めちゃくちゃ出たね。で、しかもここ、頼む、イカ、イカ、発光イカ、発光イカ、頼む。お、お、あ、あー、まあ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 、公開イカ。わ、悪くはない、悪くはない。けども、イカの方が良かったな。まあまあ、いいでしょう。それでは3周終わりました。最後がなかなか良かったよ。最後ほんと良かった。で、ここはどうなんだい。緑いらない、いね、いらないね。ミステリー、いりません。次、ツタのムチは、あ、悪くないよね。うん、このアーティファクトを使用するとダメージアップ、これが結構いいんだわな。 80% 上がるからね。あ、でもこの攻撃スピードにはあんまり合ってないのか。怒りにはすごくマッチしたのよ。うん、でもまあいいかもしれないね。これで、で輝き入れるでしょ。まあまあ回復が 6% 吸収だとするならば、衝撃波入れればいいもんね。で、真ん中は間違いなく旋風。で、右を、まあ、虚無クリティカル選べる。これは良くない？かなり攻撃的なやつだと思うんだけど、買っときましょう。このツタのムチなかなかいいと思う。うん。このツタとね、怒りがかなり強いってのを教えてもらってるんで、これはなかなか良かったんじゃない。残忍いりません。踊り子もいらないね。ああ、まあまあ、かなり攻撃的なエンチャントになってるけど。まあ、いりません。次はノーマル品なんでいらない。もう一回行こう。ね。金塊もいっぱいあるし。おお、なかなかいいぞ。最後いいぞ。シアダガはいりません。次、輝くローブ。微妙だな。微妙だね。うん。はい。まあまあいいさ。じゃあ出たやつ見てみましょうか。下の方はね、最初の方は全部ノーマルだったんで、いまいちだったのよ。ああ、でももともとクールダウンがついてる。なかなかいいけどね。でも、エンチャントはよろしくない。いきます。いりません。トリック棒いらない。ソーブレードもちろんいりません。ヌスト。いらないね。魂のローブはいりません。公開員から見ていきましょう。公開員どうだ。ゾンビ特攻かよ。あー、でも海底ステージだったらほぼゾンビだよね。ありか。マルチショットついてる、浮遊攻撃もある、クリティカルもつく。
まあ、店舗セフトでもいいよね。あ、いいわ、いいわ、いいわ。これありだ、あり。全然あり。うん。海底だから多分、ゾンビ特攻も効くと思うんだよね。うん。OK です。フルメタル。クールダウンがない。かなりね、攻撃的な防具なんで、好きなんだけども、クールダウンがついてないからちょっと微妙売ります。最後バブルバースターお願いします。お願い、来い。ダメだ、ダメだ。いやどうなんだろうね、アップデートでどうなるかだよな。いやでもまあクールダウンが効くっていうのは一番いいからね。まあクリティカルがあって、でこれオーバーチャージでしょ。で、スーパーチャージもついて、で、連鎖反応なかなかいいかもしんない。まあ、一応取っとくか。一応ね。なんか、これっぽいやつもう一個俺取ってたような気もするんだけど、あ、これか。これだわ。あ、260だから、110万か。ダメージが。あ、全然違うな。110万と67万。お前全然違うじゃねえか、ダメージが。まあまあ、一応取っときます。はい。ということで、今日はこんな感じでした。なかなか良かったんじゃない？最近の感じにすると。いいやつも出たかと思います。でもね、まだまだ欲しいのはあるので、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。